れ聞こえないかな、これも。あ、聞こえた、あ、よかった。なんでだろう、何があったんだろう、謎の時間が。なんでだろう、悲しい。お風呂上がり後1時間半とか喋ってたのに何も聞こえなかったんだね。めっちゃ悲しいじゃん。つら。1時間半とか微妙だよね、わらわらみたいな話してたのに全然聞こえてなかったってことでしょ、みんなに。めっちゃつらい。え、ミュートにしてないのに、なんでとか話してたのに。一個も聞こえなかったんだ。こんにちは、こんばんは、やっほー。ケニーさん、ヒゲジー、しんちゃん先生さん、対戦ありがとうございます。間違えた、対戦じゃない、3周年おめありがとうございます。母さん、対戦ありがとうございます。何が何になって、何がどうなってどうなったの。一押しガチャはだいたい27とかから。母さんナイスドバン。ちょっと前髪終わってるけど許して、アイロンしてないの。もう宿毛取れてきちゃった。待ってね、いつからか見るね。中止ガチャあと3日だから27からですね。やっぱり27の14時59分からです。待って、ミラーボール、サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。オノピーさん、ふさくまさん、3周年おめありがとう。トラケローさん、ミラーボール2つありがとうございます。4+2=6個歌います。はって顔の人さん、バージョン R さん、対戦ありがとうございます。アイドルの夜明け、唇からどこまで歌ったんだっけ。なるように見つめ合って、ごく自然に唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ、心のこの足跡を。後悔していないわ。
わったこの曲。あと2個ともう一つ来てた今。マー君さん、ミラーボールありがとうございます。エフェクトマってなんだ、エフェクトってなんだ、エフェクトとは、エフェクトって何、やべえ日本語わかんねえ、日本語じゃないかこれ。ひとつこうへいさん、ハートありがとうございます。線路脇にタンポポが咲いていた、長かった冬が終わり待ちわびた春が来たんだ、日差しの道を歩き恋でもしようか。ありがとう。待って、やばい全然わかんないこの後歌詞、歌詞も曲も。初日出る気なさすぎて出ないから歌詞も曲も全然わかんないこの後。なんかタンポポの決心ってチーム K 結構歌ってるっていうか、多分あのまこさんが卒業の時に歌ってらっしゃったりとかしてたんですけど、私そうなんですよ、出演してないので歌ってないんですよね。なのでやべえ全然わかんないって感じ。こっちか、これか、これが、で何がどうなったの？これがなくなって、ここに何の話って感じだよねみんな。何でしょう、言いません。つむじ配信になっちゃう、やだ。なんかさ、マイフレンドがさ、我々に行ったさお土産をさくれてさ、めっちゃ可愛いのこの手帳、ちょうど2022年版買ってなかったから嬉しいと思ってそうもらったんだけどさ、私この手帳の後ろのところにさ、なんか楽曲とか、なんていうの、このコンサートとかでやる楽曲とかさ書く癖があるんですよ。そうで、こう書いて誰のポジションっていうのを書いて覚える癖があって、セットリストを。でもさ、これもらったはいいけどさ、今回のさこの手帳さ、いつもだいたいその K 線が入ってるんですけど、今回 K 線なくて、だから文字書いてたら斜めっていっちゃうの。だからちょっとね迷ってます、書くかどうか。めっちゃ迷ってる。めっちゃ可愛いの。でもちょっとね、見せれるところがないんだ、ちょっと。
ここら辺とか見せれる。12月とかなら見せれます。まだ何も予定入ってない。可愛くない？めっちゃ可愛いでしょ。あんまりね見せれないんだけど、多分バンされそうなので多分あんまり見せれないんだけど、11月も可愛い。メイコちゃん、メイコちゃんここにいるの。うわ、ドボン返しされた。え、このダフィコちゃん超可愛い。すこぶる好き。みんな大好きルーちゃん、可愛いでしょ。コメント変えます。22年の手帳買ってなかったわ。友達もらって嬉しい、ありがとう。友達もらって、なんか友達をもらった人みたい。友達にもらってよかった。めっちゃ可愛いのさ、めっちゃ可愛いんだけどさ、線が入ってないのさ。可愛い、見てこのルーちゃん可愛すぎる。マジカナバナナちゃん対戦ありがとうございます。iPad に書こうかなって思ったんですけど、今その今度のねコンサートのやつとかドボンしてるから無理だった。ドボンしてるから無理だった。やっぱさ、40もいないけど、もう今30何人分のさものが一気にリハスケとか一気に来るわけですよ。そんな自分のとこだけ欲しいんですけど、まあ、そんなこと言ってられないのでマネージャーさんが大変になっちゃうのでそう、一個一個私はもう紙に書いたりとか別で自分で起こさないとちょっと頭がパンクしちゃう人間なので、全然出せなかった。これに書こう、成功到底の。でもこれはこれでちょっと大事に取っとこうかな。でもさ、あのボーナスタイム勝負に出よう。歌うときにさむずくてさ、こういっぱいメモってたの。こっちの天気はとか、私の歌割りのところいっぱいこれメモってです。とかなんか自分のモチベ上げたくてここに成功到底書いたり合ってんのか分かんないけどこの天気図そう、離れてるとのこの運とかさ、私にしか分からないメモなんですけどね、これ。そう、なんか下がったり、うんとか、ここを例えば、そんなにオーバーな喧嘩んだけ伸ばすとかさ、いつものってめっちゃ早く喧嘩したわけ。ここはでも私の歌わりじゃないから別にあれなんだけど、例えば大雪ん日本海側に大雪警報、大雪警報までがさ
早いっていうかひとまとまりっていうか一個だから、ここだけ丸で囲ったりとか、そう。てーいのね、てーいじゃなくて、てーいで絵で伸ばしてほしいみたいな言われて、むずっと思って成功とてーいって書いてあるめっちゃおもろいこのメモ、これはこれで取っとこうこれはいいや。でこの裏に書きます。一旦ね。これはいらない紙。でメモらないと頭に、天才じゃないから頭に入らないんですよ。天才は多分頭に入ると思うんですけど、一回聞いただけで。私は天才じゃないし、凡人でもないし。もうできない人なので、落ちこぼれ人間なので、うん。あ、うさぎの顔した人なのかな。さん、すみちゃん、対戦ありがとうございます。うんって顔の人さん出たよ。うん私がとても苦手とする顔。うん、クラブ持ってないんだ。一枚も出さずに終わった私に番回ってこなかったんだけど、ねえ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 、悲しかったな。一枚も出さなかったよ、ハルピョン。この二人はいっぱい出したかもしれないけど、ハルピョン一枚も出さなかったんだけど、どういうこと？ちょっとシャーペン。マジカのバナナちゃん、対戦ありがとう。ペコリ。竹兄さん、ミラーボールありがとう。ちょっと待って、さん、対戦ありがとうございます。離れてると分からなくなってくる。え、わかる、やった、回ってきたと思ったら1枚目でドボンされるやつ、ね、え、なんでってなるよね。忖度ぐらいしてくれよそこって、私も思う。サッタンさん、スミ太郎さん、対戦ありがとうございます。離れ
ゴツ投げたな、ハルピョンに。前髪アイロンしようかな。ドロつなげたな、アルビオに。喧嘩売ってられる、売ってられる、売られてる。誰も上がるのは私たち。いや、いいんですよ、もうどうぞどうぞどうぞもう適当になってはい、どうぞカレーです。だからだからだから、え、待って、ちょっとマネージャーさんに確認。まあいいか、喧嘩してない喧嘩してない、日常茶飯事だから安心して、喧嘩じゃないよ。日常茶飯事なのも嫌だけどねこの前のマネさんに聞いてたやつについてはど、あ、何に聞いてたっけ。もうなんかマネージャーさんに聞いてること多すぎて何だったか忘れちゃってるよ。え、ごめんなんだっけ。何聞いてたっけ、これ誰に聞いたらいいんだ、ちょっと待って、分かんないな。誰に聞いたらいいんだ。あー、それはまた今度話しますね。住太郎さん、母さん、対戦ありがとうございます。もう見て、ハルピョンがヒートテック着てないのすごくない、えらい。でも聞いて、これ裏キモ受ける。え、誰に聞いたらいいんだろう、ちょっと待って、むずい。お疲れ様です。作太郎さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。いや、マネージャーさん大変だと思うよ、絶対。私絶対、特にエイトのマネージャーさんにはなりたくない。だって人数多すぎて無理絶対音を上げます、私。うん、人数多すぎて多分全員分把握できない。めっちゃパソコン使える人か、めっちゃ記憶力いい人じゃないと無理だと思います。うん。適
てかカルピスに氷入れすぎてあんまり味しないのつまんない。え本当に。あ、コメント変えなきゃ。確かに裏着も着てるのに氷キンキン。本当だ、めっちゃバカじゃん。難しい、もうやること多すぎて無理。マジライブパート 全日程違うのやばくない？頭整理できないんだけど。でも本当にそれだけみんな来て楽しめる。えしかも日によってマジでポジションも違ったりするから、そう大変よ。コメント変えます。何にしよう、誰とも当たってないからな。プチなんちゃら、プチ星、プチパニック、何星、星ってなんだろう。あ、情報漏洩的な、あネタバレ的な。これはもうあの私配信の時に言ったから大丈夫。なんかキスバイエイトの配信の時に、あやねちゃんとレイちゃまと3人でやった配信の時に言って、もうマネージャーさんが目の前にいる時に、あ全日程違うんですかって話したから大丈夫。これは言っても平気なやつ。すごい、呼んでくれって言わんばかりにみんな手振ってんだけど、ドボンされてる、かわいそう。山内ぴょんさん、すみたろうさん、といさん、ありがとうございます。私も冗談かと思いました。でもこの今日そのなんていうんですか、リハっていうかセットリストとか対比とかが送られてきたんですけど、今見てもうやばい、もう頭パニック。日によって違うのマジやばい。すみたろうさん、対戦ありがとうございます。いや私もやばいよ、なんだこれって感じ。
これまとめるのに一苦労だわやば、頭パンク。なんかレギュラーメンバーとかは、まあ、ずっと同じポジションっていうのとかもあったりして多分そんなに変わんないんですけど、お手伝いとかになると変わるんだよね。これ私どっち？この曲ここか。パンクパンク。すごい、住太郎さんと何連続で当たってんだろう私今。この日はお手伝いの日ですね。住太郎さん、マリオネットさん、対戦ありがとうございます。来月忙しいけど迷ってる迷ってる忙しいけど、でもドボンドボンでマジ時間やばい取られるから、そう、なんか振りとかダンスとかは覚えれば寝れるじゃないですか。でもドボンは覚えてももう終わりがないみたいな、永遠に終わりがないみたいな感じそうやばって感じ、終わり一生来ませんみたいな。ピョンズ誰もいない、寂しい。こんにちは、るぴょん。ドボンある月が一番マジ忙しい。いやそんなこと言ってんなって話なんですけど、あんたアイドルでしょうがって感じなんですけどそうなんですけど、一応まあ一応っていうか、まあ普通にスキップしてみる？スキップ。でもマジで本当にそう、これは出るんだよね。はいはいはいこれとこれは出る。スキップしてみる？スキップ。残念。次行こう。ドボンライブの順位について、ん？ドボンライブって順位ついてるけど、選抜が前にいたけど順位あんまり関係ないの？ね、私がその前回のドモンライブの時に言われたのは、だから今回と一緒かは分からないよ。ただ前回のライブの時に言われたのは、まあ、基本その曲を選んだ人をセンターにしてます。であとは過去3年以内とかにそのポジションをやったことある子をなるべくそこに置いて、まあ、覚えてる覚えてない別にして、なるべくそのなんていうんだろう、メンバーが覚える負担を減らすためにそこに置いて、置いてとか言うとあれなんですけど、そこの割り当てに入れ込んで、であとは他のメンバーに関してはだいたい順位順にしてますっていうのは前のドボンライブの時に聞きました。そうそうそう、だからまあもちろん、まあ、自分がねいろんなポジションをやってる方が、上の方のポジションやってる時の方がもちろんいいと思うのよ。だから例えばそれこそセンターはじゃあその曲選んだ子になります。でじゃあ私がその曲センターじゃなかったとして、私と私よりも順位が上の方がそんな人はいないと信じてるんですけど、私が1位になると思っているんですけど、あじゃあ A さんと B さんがいまして
A さんの方が B さんよりも順位が上です。で、あ、もう分かんなくなっちゃう。 A さんが、待って、その曲を選んだ子がじゃあまずセンターにいます。その子がじゃあ1位だとします。 A さんがセンター、 A さんが1位で、 B さんと C さんがいて、 B さんが2位で C さんが3位だとして、2番目のポジションを B さんと C さん両方がやったことあるとしたら、 B さんがそこに入れるみたいな、優遇されるとか言うとあれなんですけど、そこに入れるみたいな感じで、まあどこもやったことないよっていう人もいるじゃないですか。その曲初めて、私だって青春フィロソフィーこの間初めてやったし、そういう時はもう本当にみんながやったことないポジションに入れられるって感じそうそうそう、そう、優先、あ、優先って言いたかったそうそう、そういう感じですっていうのは聞きました。でもそれそうだと思いますよ。だってそうですね、あの法定速度の時も、優越感、法定速度と優越感の時もなんか基本みんながやったことあるポジションでみたいなっていう感じ。そう、負担軽減、競合、順位、上位、優勝みたいなそう、でもやっぱ多分、いやそうですね、いやでもやっぱり1位と2位では心のモチベーションっていうものがやっぱり違いまして、もちろん1位でも2位でもこのライブを絶対に成功させる大切なもの、ファンの皆さんと掴んだ大事な大事なライブっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、なんかさ5位6位と1位2位って絶対違うんですよね。はいはい、お返ししますはい、この言葉をどう受け止めるかはあなた次第、お返ししますそう、本当に泣きそうになってきた泣かないです全然。そう、マジカナバナナちゃん、大変ありがとうございます。でももう本当にずっとこうやってくっついてこられてるからさ、もうずっとこれがもうずっと平行線みたいな、もうこういう状態で来てるんですよ、もうずっと。もうそんなもん最後ビューンって行かれたらもうえ、もうどうなっても多分私、多分その日の次の配信で多分泣くと思います。え、なんか泣きたくはないけど、なんか嬉しくても泣くかもしれないし、なんか悲しくても泣くと思います。てか悲しかったら絶対もう泣く自信しかない。え、泣きたいわけじゃないですよ。でも多分喋ってたら涙が出ちゃう。だからその日はよろしてどうなってもよろして。うん、いやもう1位か2位しか見てないけど、3位になったらどうしよう本当にバイバイバナナちゃん、華麗に上がってった、うん、本当にどうしようって気持ちです。え、お話しか、平常心保ってられるかなうん、ね、スーさんさん、大勢ありがとうございます。本当にお話し会平常心保ってられるかなそこが不安なんだけど、マジで感情起伏すごそう、やばそう、ウケうん、そんな感じです。だから別に、いやもちろん、いやこれが多分9位10位の争いとか5位6位の争いだったら別に私はこんなに熱く語ってないです、うん、そうよ、これが1位と2位だ。なんでここが一番面白い争いになっているんだ。
かもファンの数では圧倒的に知ってるんです。私のトップ10と2位の方のトップ10のポイント数の違い知ってるんですよ知ってるんですよ。そう、本当にピョンズの皆さん一人一人が頑張ってくれてるっていうのはすっごい伝わってくる。マジでマジでそう。だからあと1週間もう頑張るしかって感じ。どうしたらいいんだろう、もうわかんない。あー本当に。でも私ができることは本当にやり続けるだけだと思うから、本当にね、ちーさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとうございます。もう頭がパンクしそうです。5月14日は休日なんですね。あ、私の初日はじゃあ休日ってこと、やば、緊張。めっちゃ緊張じゃん。私もこの曲やりたかった、うん、いいな、私もこの曲やりたかったんですけど、めっちゃ羨ましい。できない曲があります。あ、間違えた感じ。ハートありがとう、この曲やりたかった。できない曲っていうか、まあ私が入ってない曲、そのなんていうんですか、私が参加しないっていうとあれですけど、まあそりゃね、20何人か いるわけなので、やる曲とやらない曲が生まれてくるわけですよ。ってなるとそうなりますよね。ジッパーはやったことあるでしょジッパーはやったことあるでしょ。本当にみんなが見たいだけでしょ、ジッパーは。本当にもう、で5月14日は夜もあるわけですね。はい、
ポジションなんてもう前にやったけど覚えてないよ。やってないのか、あやってないんだっけか、もう忘れました、やったかやってないかも。もうそんな感じ、いい感じ、ウソン。オノピープラスさん対戦ありがとうございました。プラスでいいのかな、パスさんなのかな。あ、この勝負終わったらコメント変えます。やったー、この曲やりたかったの、めちゃめちゃ嬉しい、楽しみにしててね。で5月15、昼作太郎さんハートありがとうございます、ありがとうございます。ふドロー2に、適当のメモ書きめっちゃ綺麗な字で書きがち。橋本待って、嘘、しばらくやってた曲のポジションと私ポジション変わってるんだけど、無理無理無理、急に覚えれない、待って、これはどこのポジションだ、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、一個の曲をとあるポジションをずっとやってた曲があったんですよ。でもそこのポジション、いやでも上に行ったことに関して喜ぼう、ありがとう、コメント変えます。そう、ポジションが上に行ったことはすごく嬉しい、ただちょっと振りが変わると大変。振りが変わるとちょっと大変。ちょっと待ってね。オリジナル資料。お願い、歌割り変わってないこと祈っとく。あーでもな、そこで覚えてるよ私。ちょっと待って。もう番号とかもさ、もう立ち位置表なくてもできるぐらい覚えちゃってるもん、そこのポジション。あーでも大丈夫かも。の元カレデスさん、テルちゃんがピョンズさん対戦ありがとうございます。大丈夫かも。あ、振りはそんなに変わらないです、番号が結構変わったり左右が変わったりは、上下が変わったりはするんですけど、よかったよかったって言っていいのかな、あんまりね、あれなんですけど、よかった、ほっとしました。はい。よかった。歌割り表参照してください。はい。アイドルって大変ですね。そう、大変。
まあ、きっとこの曲は大丈夫でしょう大丈夫でしょう。もう今まとめてます。この紙が漏洩したらハーピョン怒られる。漏洩流出したらハーピョン怒られる。怒られたくない。24時過ぎてもお仕事の連絡、まあ時と場合によってこっちからもね24時過ぎてもご連絡してしまうこともありますので、はい、全然明日でもいいなと思いつつも明日だと忘れちゃうから今のうちにあの連絡で聞いといて、まあ返事は明日とかでもいいなっていう気持ちで一応聞くんですけど、マネージャーさんはめっちゃ仕事早いからもうすぐに返してくれる。本当にありがたい。本当に感謝してます。めちゃめちゃ。待って、ラスカールさんって読んだっけ。大変大変ありがとうございます。間違えた。ドロースリー投げればよかった。ミスったわ。ミスったミスった。あ、スペードで大丈夫。スペードで大丈夫だった。オノピーさん3周年おめありがとう。そうね、今お仕事のお仕事の配信してますすごい私すごいって言って。アピョンすごい、ありがとう。なんかこうやって見たらさ、佐藤あかり、佐藤しおり、佐藤ななみがいたんだなってちょっと感慨深い。感慨深いとか言うたらエモいねエモエモのエモだね。本当にエモエモのエモだね急になんかそういう気持ちに浸っちゃう。え、待って、ピョンズ全員だ。スミちゃん、ガチャピソ軍団、団員さん、来月も春直しさん、対戦ありがとうございます。みんな気づいてハルピョンだよ。確かにエイト今佐藤いない、いないか、いないよね。いたらごめん。待って、いるいないよね。いたらごめん。誰か私にドロー2を投げてくれ。それかスペードで回してくれ3人。待って、まだ3日分しかまとめれてないんですけど無理。でも私が出る、私13、14、15出ずっぱりなんだね。出ずっぱりっていうか3日間ずっと出てんだ、お手伝いがあるから。16は出ないのか。16は出るんですね。16は普通に出るんですね。あ、ずっと出てるんだね私。大変5月16普通にキャストとして出ます。この日はそうだ、私17と18以外全部出るんです。そうだった、18は全員休みっていうか、そのもう全部が休みで、17が普通に私何もない日みたいな。あ、逆か、17が私何もない、全員なくて、18が私だけ、私だけっていうかハルピョンはちょっとない日。頑張ろう。16
のりっぺさん対戦ありがとうございました。ほぼ解禁賞、そうね、解禁賞のメンバーもいるんですけど、これさ、お手伝いなんていうの、準キャストなんていうの、日替わりキャストでほぼ解禁賞、日替わりキャストの中で一番出てる説ある？そんなことないかな、ハッツとかもかな、どうだろう。でも私なんならあれもしますからね、手振るやつ、手振るやつお見送りもしますからね。ハッツもそうか、ずっと出てるか、お見送りもしますから、橋本20日。うわ、茶気惜しい、優しい。ハーピオンにドロー3、2枚来るのを防いで自分でかぶってくれた、優しい。今ドローつ、あの10人回す、リバースする、あ、ダメダメ、茶気惜しいをドボンしないでこういう感情でやってます普段。私やりたかったやつ、いいな、私もやりたい。全然出せへんやん。母さん対戦ありがとうございます。そう、お見送りは20日ですね、20日のいつだろう、わかんないドボンライブでは1位になる気持ちで今いるので大丈夫だよね、うん大丈夫、そういう気持ちでいるので、ソロ曲しか考えてません。でも1位じゃなかったらソロ曲はやらないつもりなのではい、はい、19は出る、昼でもソロ曲やりたいってなるかもしれないから、ちょっと絶対とは言わないです。19はなんで昼夜あるんだろう、謎だな。木曜日、ま、出まーすキャストとして出まーす。でもやっぱさ、なんか1位だからっていうのはあるよね。うん、うわ、この曲もやりたかったやつね、いいな、私がやりたいなって思うやつにさ、思う曲にさ、全部の曲にこのメンバーいるんだけど、なんで変わってくれる変わってくれるボーナスタイムやって勝負に出ない。19の昼来ますか、この曲と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 この曲って、そんなにやるわけないやろか。はい、何曲言ったかも分かんないけどサッタンさん対戦ありがとうございます。19の夜は夜も出るんですよね。ピアン
曲はねやりたかった曲なんですけど1個でもちょっとなんかやっぱりちょっとダンスがちょいムズなので選んでこなかったんですけど、まあ、やってほしいということであればやりますなんであなた上から目線、はい、すいません。なんかさ変な人間ですよね、こうやってさスマホに向かって一人で喋ってるってちょっとやばいですよね、ゲームしながら。サプライズレバーさん、山内ぴょんさん、対戦ありがとうございます。やばい人間だよな今思えば。今思えばやばい人間だよな、うん、5月20日お見送りじゃない、お手伝い。5月19はキャスト、20がお手伝い。そっか、14はキャストだけど15はコンサートしか出ないんだ私。そうだよね、そういう日もあるのか。5月20日1曲目、あ違う、私この日あれだ、お手伝いだ。スタンプ押してもねピョンズいないと誰も返してくれない。いや誰もではないんだけど、そこそこの人しか返してくれない。あとは最初だけ返してあと返さないみたいな人多い、大量発生。そう、チャソケンさんハートありがとうございます。母さん対戦ありがとう。この曲めっちゃするな、この曲のここのポジションプロになりそう、この期間この曲のこのここのポジションこの期間めっちゃプロになりそうな予感がします。結構いいポジションなのでいいポジションなので嬉しいです。見つけてください。あと21と22、 21は2回やって頭思考停止。うん、あ間違えたかも、書く場所ちょっとミスったかも。うん、私アンドロイドなんで。お手伝いの時のやつをこっちに書こう。手伝い、これが手伝いの日にしとこう。うん、ピョンズゼロ。ボーナスタイム、勝負に対戦相手を
誰？あゆちゃん。山部あゆちゃん。嬉しい。あゆちゃん。メンバーと当たるの楽しい。いや、ピョンズももちろん楽しいんですけど、一番楽しいのはピョンズなんだけど、そう、でもなんかスタンプ全然押してくれない人よりメンバーと当たる方が楽しいのでそう、でもごめんね、スキップしちゃうよ。5月21日、昼、この日はキャストですね。そりゃそっか、いや大丈夫です、何でもない、何でもございません。なんで、そういうことか。涙出そう。鼻炎。鼻炎超えて鼻炎。あゆちゃん出して。YK さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。眠たい、頑張れ。ちょっと、ダメだ、22からやろう。あー、コメント変えなきゃ。これ終わったら変えます。22はもうコンサートだけ。もう終わったっていう開放感とともに生きていきます。このポジション、この曲やったことないのになぜか黒塗りされてる私。やめてくれよ、困るってば。マジカナバナナちゃん、パピコさんかな、パピバビパピコさん、対戦ありがとうございます。ね、スペードのままちょうだい、お願い、スペードのままちょうだい、お願い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 、ありがとうありがとう小学生小学生。あゆちゃんはチーム B だよね、今じゃなくて昔。これさ、これもいつになったら変わるんだろう。マジドボンの宣材写真さ、古すぎて嫌なんだけどでもこれのおかげでさ、私のさ、アクリルチャームわかる説あるよね。マジカナバナナちゃん、またまた対戦ありがとう。
はい、スタンプを3回いや、本人登場とかは変わんないんじゃない？別に衣装、その、あれじゃないし。マジかなバナナちゃん、めっちゃ当たる。対戦ありがとう、めっちゃ当たる。21、よし、21をまとめたら終われるぞ、私。この呪縛から。解放される。昼1曲目でもこれ待って、めっちゃ当たるんだけど何回目もうプロお父さんのプロでも私がこれ毎回同じタイミングで押せてるから当たってるっていうのもありますよね、きっともう音合わせのプロすぎる、ウケ、すごすぎウケウケのウケうん、待って、名前呼んでないか、ごめん。マジカナバナナちゃん、え、北斗晃平さん、対戦ありがとうございます。すいませんもう当たりすぎておもろすぎて笑っちゃってたでも言いすぎると、あ、チャケ、チャケ元気、チャケ、チャケはいつも元気。チャケ、チャケ、全力突破。ドボンで仲良くなった人だよマジで、チャケは、セナタンも本当にそう。多分ドボンがなかったら今頃喋なんか、まあセナタンはね新チーム B 一緒だからもしかしたら喋ってたかもしれないけど、チャケとはきっと、あ、でもオカリナと仲いいからな、チャケ。どうだろう、なってるかな、まあ、喋るぐらいにはなるかもしれないけど、でもね、ね多分そうだと思いますよ、チャケ。まあ、チャケは前も言った通り私が接しやすい年上の後輩なので接しやすいです、とっても。あれ、6 7 8 9 10 11
12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。あ、もうそろそろ終わんないと。ハーピョンのおねんねタイムの歯磨きと、もうお風呂は入ったから、うわ、何見ようとしたんだっけ今。あ、思い出した。こんにちは、ハーピョン。母さん対戦ありがとうございます。じゃあこの21日の分書き終わったらランキング読みますね。もうやりたいことだけやって配信終わろうとしてるよ、橋本。かぼちゃプリンさん対戦ありがとうございます。やりたいことやって配信終わろうとしてる人間。ごめん、ドロースリー投げた。でもドロースリーしか投げれなかった、ごめん。ピョンズはさ、いいよって言ってくれるんだよね、別にそれでも。うん、だから甘えちゃう。これこれ、あ、終わった。ここはここでいいんですね。あいよ、やっちゃんみたい。あいよあいよ、あいよ、あれ番号変わってない、これもしかして。え、やばくない、そうなったら。まあいっか、そうなったらみんな変わるもんね。ゆうちゃんさん対戦ありがとう。ということで、足元やりたいこと終わった。え、この日私ここなの、聞いてないよ。この日違うって聞いてるんですよけど、この日私ここなの、どういうこと。ちょっと待って、さっき、あーもう無理、明日やろう、今日はもう寝よう。うん、この日は私ここ入るんだね。いい感じ。
あいよあいよ、まあ嬉しい、喜べ。よし終わり、お疲れ様でした。それではあとはカルピス飲んで、なんだっけ、歯磨きして、もう今日はお風呂も入ったし、もう歯磨いて寝るだけなので幸せ。ちょっと謎なところはまた明日やります。もう今日はやりたくない。おやすみなさい。ということでランキング読みます。今日ムービーはさっきメイクした状態で撮った。任せて。ランキング読む。おしゃれなグラスありがとう、ローソンだけどローソンだけどね、ローソンだからみたいなやつ。それではランキングいきます。1位サプライズラバーさん、ありがとうございます。2位トラック野郎さん、ありがとうございます。3位サク太郎アットハルピョン神推し、今日も可愛かったさん、ありがとうございます。4位チームようちゃんさん、ありがとうございます。5位タケニーさん、ありがとうございます。6位レクサアットピョンドさん、ありがとうございます。7位 YK アット眠すぎるごめん先に落ちますおやす、もう寝てるよこの人、ありがとう、寝てるけど8位ともゆきさん、ありがとうございます。9位山内さん、ありがとうございます。10位カーとピョンドさん、ありがとうございます。11位 BRK さん、ありがとうございます。12位スミちゃんとコールできるライブっていいよね、教えんか。13位ベベモンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位はしもちゃんアットさんです、ありがとうございます。そしてなんかペコリーみたいな人とふんふんみたいな顔の人、対戦ありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日は自慢のラビットジャンプで5385人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さんそれではおやすみなさい、バイバイ、バイバイ、おやすみ。